1867年に刊行された英訳本、イソップグーアは、アイソーポスが作ったとされるグーアを集めたとされるグーア集。特に動物、生活雑貨、自然現象、様々な人々を主人公にしたものが有名で、イソップ物語、イソップ童話等と呼ばれることもある。アイソパスモラリセーティス。 1485ヘロドトスの歴史によると、紀元前6世紀にアイソーポスという奴隷がいて、偶案を使いその名声を得たとされている。現在のイソーップ偶話集と呼ばれるものには、アイソーポスのものだけではなく、それ以前から伝承されてきた古代メソポタミアのもの、後世の偶話、アイソーポスの出身地とされるの民話を元にしたものも、含まれている。考古学的には、 彼の歴史的な存在を確認するものはなく、ホメロスと同じような過程で、ギリシャにおいて、いつの頃からか、この名が、多くの偶話を語る、者たちや偶話そのものの総称となっていったと、考えられている。ギリシア語の原点があったのかは不明で、現存するのは後世に編集された、偶話集である。 バブリウスの古代ギリシャ語の偶話詩集やファエドルス、アビアヌス、ルピュイのアデマールによるラテン語の偶話集である。現在の偶話についている解釈は、これらの古典的偶話集がギリシャ語やラテン語を読むキリスト教の学者によって受け継がれてきたこと、中世ヨーロッパでのキリスト教の価値観を持った偶話をさらに含むことで単なる娯楽的な偶話から教訓や道徳を示す。 教育的な意味を付加されている。英語文献として、最初に出版されたのは、ハイリッィシュタイン・ヘーベルのドイツ語、ラテン語バイリンガル・グーア州を原本にしたもの。ウィリアム・カクストンの1484年の中英語のものから、その後1692年に、ロジャー・レ・ストランジェが、より現代英語に近い近代英語で開版した。ほぼ同じ頃、 ジャンド・ラ・フォンテーヌがフランス語でグ話ワを発表したが、これは彼自身が前書きで書いているように、イソップ・グ話ワの翻訳ではないので、彼の文芸作品として、ラ・フォンテーヌ・グ話ワと呼ばれている。日本では、1593年に、イソポのハブラスとして紹介されたのが始まりで、これはイエズス会の宣教師が、 ラテン語から翻訳したものと考えられており、天草にあったコレジオで印刷されたローマ字のものである。非常に古くに日本に取り入れられた西洋の書物といえる。その後江戸時代初期からイソ相ホ物語として各種出版され、普及し、その過程で、ウサギとカメなどのように日本の昔話へと変化するものも現れた。内容は現在のイソップグー和集と異なる話も、 収録されており、さらに宣教師向けのイソポのハブラスと読み物としてのイソホ物語の間にも相違が見られる。明治になってから英語からの翻訳が進み、幕臣出身の学者で沼津平学校校長だった渡辺敦氏の通俗イソヒロシ物語がベストセラーとなり、終身教科書にも取り入れられたことから広く親しまれるようになった。 翻訳書が刊行されるにあたっては、タイトルには、通常、イソップグーアを筆頭に、冒頭に書かれたようなものが用いられることが多い。しかし、アイソーポスが実在した人物であるのかが不明である、ことから、一部では、イソップ風グーアといった表現をタイトルに据えるものも、ある。アリとキリギリス、ミロ・ウィンターのイラストレーション。ありがとうございます。